はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県鹿屋市にある居酒屋みつきさんにお邪魔しています。ランチメニューをね、楽しみたいと思います。インスタグラムの方でおすすめいただいた辛いね、麻婆豆腐の定食とおすすめのチキン南蛮定食を食べたいと思います。チキン南蛮定食と麻婆定食と一緒に生ビールでね、楽しみたいと思います。それでは乾杯します。乾杯、イエイ。染み渡る。おいしい。ちょっとね、辛い麻婆豆腐がね、どれだけ辛いかわからんかったけん、5辛にしてもらいました。10辛までね、辛さはあるそうです。あの、辛いのが大好きな方、ぜひぜひね、激辛挑戦してみてください。5辛で挑戦します。ポテポテ到着しました。とてもとてもボリューミーなね、ランチでございます。もうご飯がね、すっごくツヤツヤでモリモリ入っております。チキン南蛮もね、すっごいがっつりのチキン南蛮。この盛りはすごいすごい美味しそう。お味噌汁もね、すごく具沢山やし、ポテトサラダも美味しそうで、デザートのゼリーまでついてます。いただきます。おいしそう。ちょっと潤そう。おいしそう。本当にね、笑顔になれるね、ランチメニュー定食。こんなにボリューミーですごい。もう本当お値段以上のね、定食。あ、辛そうでございます。ありがとうございます。はい、麻婆定食も到着しました。結構なね、匂い辛そうです。すごいサラダもついてね、ポテトサラダもご飯もモリモリです。ご飯も一杯無料、おかわりサービスついてるのでね、がっつり食べれるサービスです。もう贅沢にね、2つ定食が来てます。いただきます。お味噌汁からいただきます。おいしい。ほっとする。
美味しい。やっぱ味噌汁飲んでホッとするのはやっぱりいいな。美味しい。でご飯食べたい。もうメインをまずお待ちいただいて、ご飯とお味噌汁。うん、うまい。最高。うまっ。幸せになれる。おいしい。チキン南蛮が一つがでかくってすごい。うまい。お肉にしっかり味もついとってね、すんごく美味しい。タルタルがすごい濃厚。ご飯が進む。美味しい。すごく美味しい。すごいでっかい一つのね、肉の塊がでっかい。お肉もね、柔らかジューシー、プリプリ。無言になってしまう。タルタルがいっぱいやけん、サラダもね、タルタルソースで一緒に食べるのが好き。おいしい。すごいゴロゴロ、隠れメニュー的な、すごくナイスコスパの定食。もうね、サバのね、塩焼きも身がすっごい肉厚でふっくらしとる。うん、まっ。おいしい。おいしい。塩サバも最高だ。ね、塩サバの定食は唐揚げもね、ついてるのですごくお得。おいしい。じゃあここで麻婆豆腐食べます。ちょっとまだ熱そうだけど、うわー、熱そう熱そう。辛いかな。うん、辛い。飲み込んだ後に空気吸ったらね、すごいむせる。うわ、辛っ。うん、辛っ。これはビール、ビールです。あー、結構ヒーハー。辛いわ、辛い。ポテポテ。
チャ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 チのつまみになる。結構なチキン南蛮ね、ボリューミーです。生ビールもう一杯おかわりします。うん、うん、塩サバも最高。もうこの激辛にはもうビールが最高です。うまっ、うん、ポテトサラダ、うん、結構なボリュームでね、お腹いっぱいになります。シェフ麻婆丼、
目がしょぼしょぼしてくるからさ。辛いけどすごくうまみがあって美味しい。ビリビリがすごい。おつまみに最高。すごいボリューミーでお腹いっぱいになります。デザート食べよう。懐かしい味のゼリー。昔さ、これぐらいの容器でメロンとかさ、リンゴとかストロベリーとかこうみかんとか売っとって、こうスプーンの後ろでギザギザがついちゃうので、こう開けてさ食べるゼリーの味がする。美味しい。そんなゼリーも売ってないよな。すごくなんかゼリーの後に飲んだらすごい甘く感じた。美味しい。最後麻婆丼。麻婆丼。うまいけど辛い。煮辛でよかったかもしれんぐらいに辛い、刺激的な辛さがあります。もう舌が痛い。ああ、美味しかった。美味しかった。美味しかった。お腹いっぱいになりました。美味しかった。ごちそうさまでした。とってもとってもね、お腹いっぱいになりました。チキン南蛮のねボリュームもすっごくね
ボリューミーで美味しかったです。でもうね、ご飯も美味しい、お味噌汁もね美味しい、ポテトサラダもね、デザートも美味しかったです。麻婆豆腐のね、麻婆の五辛はね、かなりの刺激的な辛さでした。辛さ控えて食べるのもね美味しいと思います。もうとってもとってもボリューミーなランチメニューでした。もうねお腹ね、おかわりできんぐらいお腹いっぱいになりました。大大大満足でした。楽しく見てもらえたらグッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も美味しく、お腹本当にいっぱいのちょっぴり酔っ払ったポテリンゴでした。以上、ポテリンゴでした。バイバイ。美味しかった。お腹いっぱい、もうね、ほんとボリュームがすごかった。ボリューミーなランチメニューでした。お腹いっぱい、お値段以上のね、ランチでした。最高でした。ごちそうさまでした。今度はね、夜ね、来たいなと思います。美味しかったです。バイバイ。焼き鳥食べたい。バイバイ。お腹いっぱい。